不定期のように人気コーナー、タクオのツボ。ここからはユーストリームでもお届けします。今日は残り時間短いけどこのコーナーやっちゃうよ。まずは吉本むっちゃんからいただいておりますありがとうございます。忘年会シーズンですね。私吉本むっちゃんは余興でモノマネができたらいいなと思うんです。はい。そこで坂東英二さんのゆで卵のモノマネが得意な美坂ちゃん、ちょっと待ってよ、お手本見せてくださいやったことないですし、ゆで卵、うわ、もう一ひねり、もう一ひねりその調子でもう一人、いつものあれよ、いつものあれ、いつものあれ、本気でやってください、本気で、どれがいつものあれって、本気でほら、よくやってる、見当たらないですけど、西原さん、腕卵って言ってる、西原さん、腕卵って言ってる、腕卵、あそっくりそっくり、はい、ありがとうございました。とんだもらい事故でしたね。本当ですよね、私ですよ、ね、ヨナズンケダナさんからいただいてます、はい、こんにちこけし、はい、こけしです。土曜日ってお得ですよね。お休みということで迎え酒的にサタデー925とドズバを見て、あ、サタデー925からご覧いただきありがとうございますね。ほろ酔い気分で吉本新喜劇を見てずっこけて、ベロンベロンでケダナ不思議発見を見て、これ世界不思議発見だと思うんですけどね締めには焼酎瓶を鉄アレ代わりにしながらワールドプロレスリングを見る、もう夜中ですけどねもうね、今夜は天竜源一郎が出るぞ、ゴテヤキーズハッピーありがとうございました。はい、飲み過ぎには気をつけてください、ね、でもお休みの日の昼間からいただくお酒は美味しいですよね。はい、ゴロゴロしながらね。ブルーレインさんからいただいてます。師走ですね、先生の皆さん走ってますかと。いや、走らないといけないってわけではないですさてプロレスの話です。プロレスでは各選手が得意技を持っています、はい、そうです、誠一郎さんがよく送ってくださってますもんね、はい、この得意技、悪役外人ではブッチャーの地獄好きやタイガージェットシンのコブラクロウなどなど、悪役の得意技もある、反則攻撃対策を取る選手も昔はいたようですね。トースポのお宝写真館というウェブがあるんですか。へえ。お宝写真館、トースポの歴史の中でですね、いろんなその歴史的なものをこう取り扱っている写真館だと思うんですよね。当時まだ現役だった坂口誠二さんがタイガージェットシンのコブラクロウ、コブラクロウというとですね、この5本の指で相手の喉元をですね、はい、締め付けるっていう技なんですけどもね、これ必殺技だったんですよ。当時ドン荒川さんとキラーカーンに帯の両端を持たせ、首を軽く締めさせ、喉を鍛えるという荒行のような特訓の写真が出ていました。坂口誠二さんはど真面目な性格ですから、これは真面目な特訓だったのかもしれませんね、ということです。良い子は真似をしないでください、はい、坂口誠二さんはですね、もう特別な体をしてますからねはいはい、来た、金の権限、勇敢マダムからいただいております。勇敢マダムの大改造マダム的ビフォーアフターといただいております。金持ちのビフォーアフター。今回リフォームするお宅は鹿児島市にお住まいの会社員の独身男性宅、質素な暮らしは似つかわしくないその男性のために一人の女性が立ち上がりましたゴージャスリフォームの匠、勇敢マダム、ゴージャスリフォームじゃないよこれ金に富をつけない勇敢マダムがその豊かな資金と発想で仕上げたリフォームの全貌をご覧いただきましょう。まず玄関の前で目に飛び込んできたのは本物の象牙を使ったドアノブ、ワシントン条約もびっくりです。そしてドアを開けて出迎えてくれるのは新たに玄関マットとして置かれた虎の毛皮の敷物、ワシントン条約も真っ青です玄関を抜けるとそこは以前いかにも独身男性の一人暮らしというような殺風景なキッチンでしたが、今回最新のシステムキッチンを導入、さらに24時間専属のシェフを配置、あ、シェフを配置するな、いつでも美味しい料理が食べられます、はい、キッチンから見渡せるリビングは無機質だった壁紙を一新、勇敢マダムの生写真が一面に貼られ、いつでも見守られている安心感と温かみを感じます。やべえな、豊臣秀吉の黄金の茶室にインスパイアされてリフォームした黄金のトイレ、トイレに腰を下ろすと鹿の首の剥製とがっつり目が合いますちょっと目の前にあるの、しかしただのインテリアではございません。鹿の剥製の角にはトイレットペーパーのストック置き場となっているのです。便利便利、そういうこと言ってるわけじゃないよ
マダムと一緒に入るには狭かった浴室には隣の部屋との壁をぶち抜いて広々としたバスルームへと生まれ変わりました。隣の部屋の主人は金で黙らせるのが匠の真骨頂です。さすがゴージャスリフォームの匠ですね。金で黙らせた。早速今夜浴槽をさっさばでいっぱいにして入りたいですね。さすが金持ちだな。そして最後の扉を開くとそこには匠のこだわりが詰まった寝室。なんということざましょう。寝室は全面鏡張りに大変身。回転ベッドの真上にはミラーボールが怪しく光っております。バブルの残党の異名を持つマダムがムード満点に演出。さらにいつでもマダムの訪問を受けてもいいようイエスの枕もプレゼント。そしてイエスの枕を手に何やらおもむろに作業を始めるマダム。なんということざましょう。イエスの方を上にしてシーツに縫い付けてしまいました。脳にできない。マダムの粋な計らいです。いや何の変哲もない賃貸アパートが俗世間から離れ一日の疲れを癒すまさに理想郷へと生まれ変わりました。そんなこととはつゆ知らずこの部屋の住人が間もなく帰ってくるようです。果たしてタケオちゃんは喜んでくれるんでしょうかといただいておりましたね。ひどいわ。はい、ゴージャスリフォームありがとうございました。続きまして小6女子赤月からファックスでいただいております。小6女子タクピーリンリンコンチクビ小6女子が書いております。下ネタ大好きだけどもだけど今日は封印小6女子赤月です。あら今日も元気ですね赤月ちゃん。いきなりの成明君なんですがこれ何なのいきなりの成明君成明このあこれなんですかね、お二人に問題です。この曲なんだ。チャンチャラチャンチャンチャラチャラチャンチャンチャン。これ書かれてもわからないんですけどね。これわかる、わかる人かる、ラッパ君、はい、タクトを振るラッパ君もわからない。そうこれは運動会でよく聞くあれです。答えは特唱歌でした。チャン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 チャラララララララ。これわからないよこの字だけじゃ。あでもチャンチャラチャンチャンチャララチャンチャンチャン。おお、わかったね。これだけじゃわからないよ。これだけじゃわからないよ。お二人は知っていましたよね特唱歌。たくちゃん知らなかった。知らなかったです。特唱歌ってそういう歌だったんですね。ね、特ってちゃんと特使ってくれてるんだ。立派な子だよ。できる子だ。すごいね。さて2015年青田区流行語大賞候補嬉しいラカンス。たくさんの評価いただきありがとうございます。ちなみに暁はマーベラスとデカナーニャに一票です。あの小6女子がこんなこと言わない方がいいと思うよ。デカナーニャよく意味シーラカンスだけど、いや知らないんだね意味をね。なんかめでたそうなので、いやデカナーニャはめでたくはないです。友達にも使ってみたいです。先生に怒れるからやめようね。今日も下ネタで行こうがモットーの暁でした。追伸、先週ぐらいに暁のシーラカンスを使ってくださった馬波先輩、暁嬉しいラカンスでしたよといただいてました。はい、はい、本当グレなければいいんですけれども ね、 あなんかねでもこれ、うん、ここまではね素直に育ってるみたいですから良、ね、かったですね。あのデカナーには言わない方がいいよ君ね、小学校でね。ちょっと人間付き合いがに苦手になってくるかもしれないからね。私は人ではないからいただいております。タクピーニンニン、うんうんうん、最近急に寒くなりましたね、はい、こんな日はおでんが食べたい。もちろんつゆだく、おつゆだくまで。でもリンリンに負けないぐらい下ネタ大好き私は人ではないです。何も一緒にするな、まあ今週私は体調不良だったので下ネタのコーナーを休もうと思っていましたが、はいはい、リンリンをはじめとする下ネタ大好き鹿児島県民のがっかりするのは見たくないので今週も頑張りますよ。だけどもだけどこれ流行ってんの、もう小島よしおさんも使ってないけど。だけどもだけど、ね、本人も使ってないけど、今週はここまで。下ネタなしでした。青田区流行語大賞中堅おばさんおめでとう。うるさい。おぺけぺーっとやってます。気分悪い。いいですか最後。どうぞどうぞ。雄大くんです、はい、タクピーリンリンコンチクビ。オスを見た人がクリスマスツリーと間違って飾り付けをするほど大きいと書いて雄大です。馬波雄大です。それでは皆さんご唱和さい、ご唱和ください。せーの、デカナーニャ。小学生が真似してるよ。テーマの特といえば得意技、今回は空中浮遊の進化系を紹介します。まずはうつ伏せに寝ます。そして体の一部に力を入れます。はい、押すね。はい、浮きました。それでこっからです。
こっから回転します。ぐる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 、はい、タケコプター、空を自由に飛びたいな。リンリン、雄大のここ空いてますよ。オッペンハイマー。残り1分半で言うネタだったんでしょうか。タコのつぼでした。